はい。ひとつき万つ清水です。えー、今日はですね、安富さん、経済学者の安富さんとですね、とっても偉い経済学者の安富さんとですね、経団連のあの会長のアホ発言を、ちょっと切るというのをフックにいろいろ話をしていきたいなというふうに思うんですけど、いや、なんか、経団連の会長がさ、日本の賃金水準がいつの間にか OECD の中で相当下位になっているっていうふうに言ってるんですよ。うん。いつの間にかってどの口が補作んっていう。<laughs> ふざけんなよって。むしろすぎる <laughs>。で、何この、これすごいよね、やっぱこの日本のそのさ、そう。支配層っていうののこのね、うん、その他人事感そう。もう<の>原発爆破させたやつと一緒や、これ。そうそうそう。あのこの傍観者の論理なんですよ。<う>常にこれですよね。あらゆる問題で。 いつの間にか下がってたねっって,って。お前が下げたんや、<laughs> っちゅう。経団連会長って言ったら財界総理やろお前ら日本国経済運営してて、どういう風にこれだって、自分の会社の社長がですよ。30年間経営しててね。 自分が雇われてると思ってくださいよ。で、それで、いや、いつの間にかね、うちの会社ボーナス少なくなっちゃったね、とかっていうふうにさ、<laughs> 社員の身分でそんなこと聞いたらさ、とりあえず焼き打ちにしたいなっていう。うや思うやろ。やで思うやろ。思うやろ。そのくせその経団連、その社長はさ、豪華なご飯とか食うててさ、むしゃむしゃって食ってて、<ー>もうなんかうちのボーナスえらい減ったな、とかって。<laughs> <laughs> い会,あの会社の経営者の給料はどんどん上がってますよ。そ,そ,う,そ,う,そう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 。会社の,経営,の経営者の、経営人のあの取り分って、昔はさ、うん、一般の労働者の10倍か20倍ぐらいやったでしょ。そう,そう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 。で、アメリカに不思議れられたんですよ。日本の経営者はなんでそんな安い賃金で頑張るんだろう<ー> <laughs> そうそうそう。で、それはね、実ドラッカーもね、うん 20倍以上だってはいけないって言ってるんですよね。経営者の給料を。そうですね。言ってる、言ってる、言ってる。で、そのドラッカーがそういうふうに言ってた頃からですね、急に日本の経営者の給料上がり出してんですよ。もう今やだからもう10倍で期間やね。うん間、期間、期か1十倍、20倍で期間なかってきて、うん、まあ一般の労働者が300万円ぐらいもらってるとしたら、うん どのぐらいもらってるんですかね年収1億円以上の人は、公開なんですよ。すよ <laughs> おおすみません。うん、ああ、ご,ご,ご,ごめんね、ごめ <laughs>、うんね、ごめんね、ごめんね。おっぱいかぽついんだけど、ちょっと足りないので、ごまかしてるんですよ。ごまかしてるのいっぱい飲むと大変やからね。ちなみにですね、<laughs> えと東洋経済によるとですね、はい、あの、年収1億円以上の上場企業役員ランキング、1位。 24億円。誰や <laughs> これがね、意外な人手でして、セブンワイホールディングス取締役でアメリカのセブンイレブントップであるジョセフ・マイケル・デピント。ああ<ー>。でもさ、アメリカのセブンイレブンって一回潰れかけて日本のセブンイレブンに助けてもらったはずやで。なんでそんなやつがもらったんだよ。なんでそんなやつがもらっとんん、こんなに。<laughs> でもね、前年度は29億円だったから5億円も減っているって書いてる。<laughs> うわぁ。 それとアメリカの経営者じゃなくて日の経営者な、日本の経営者日本経営者、うん、けとんなんだ<で>、まあ。じゃあ、ちなみにだからさ、うん、あの調べたらいいと思うんだけど、日本のね、うん、大企業の経営者の給与水準のね、過去の30年ぐらいの水移をさ、うんうん、統計取ったらいいと思うよね。 でそれをその労働者の賃金の推移とさ比べてみせてお前、どう考えてんねんって日経の,この経団連の社長に言えばいいよね。しかもさそのさ、うん、20, 万円20倍とか10倍とかでね、うん、経営者が働いた頃の日本の企業のパフォーマンスとさな、うんで労働者の何倍も何十倍ももらうようになった時の経,営経営会社のパフォーマンスと比べてみようよ。うん 全くです、うん。ということは、つまり経営者の賃金を下げればさ、そうだよ。会社はよくなるんだよ。だから大、特に大企業の経営者ね、<laughs> ちなみに中小企業の経営者、安いからもう、そうそうめちゃくちゃ安いから。で、安い上にいろんな保証も抱えてるけど、大企業の経営者これ、雇われやん、<ー>ほとんど。そうそう。今日は中小企業の社長だったり、一般人民の10倍ぐらい自殺するしね。<laughs> もう、本当にそうです、本当に。 ものすごいものすごい規律であの家で押したりとか、あのあと夜逃げ、夜逃げをしたりとか、うん、うつ病になったりとかするので、しますよ私みたいに悲惨なんですけど、で大企業の経営者はね、大企業経営者だって、自分で犯行をあの全責任を持って押すなんてこともないよ。うんああ まあまああれやな。やっぱ一番いいと思うのはね、大企業を全部解体することですよ。いらんよ、本当に。いらんよ。<ー>うん、ほんまいらんと思うわ。うん、いや全部ね、あの、分けるべきだと思うんですね。うん。でね、いつの間にか下がってる OECD の中で会員になってるとかっていうふうに言ってさ、俺、あまりにも腹立ったからさ、うん、英語でさ、OECD のサイトを行ってさ、賃金、うん、平均賃金のね、1960、90年から、 の、水曜のデータあったのよ。はい,いや。あったからそれをエクセルにまとめてさ、うん、どれぐらい減ったんかちょっとチェックしてみたんよ、俺。お<ー>という、そのね、あの、作業をしたんですけども、その結果ですね、日本の賃金っていうのは、1990年の段階だとね、あの、OECD の中では、12位なんですよ。いいなぁ、うんうん。それでも低いんやけどね。<laughs> 低いんやけど、アメリカとはね、まだね、あの、 ドル換算で言うと、えっ、ー、とね、6000ドルぐらいしか変わらない年収ベースで。はいはい。なんですが、これがですね、えっ、ー、と、一番直近の、あの、2019年のデータがね、あるんですけど、うん、アメリカとどれぐらい年収の差がついてるかっていうとですね、230ドルついてます。えー、あ、いやいや、2, 2万3000ドルついてます。わあ、そんなに違うんか。そう。 もう半分ですよね、それはと。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、今、韓国と比べちゃった。えっ、ー、と、日本とアメリカだとですね、<laughs> もっとあるな。約3、3万ドルぐらい差がついた。うわー、信じられへん。うん、ま。今、つまり、要するにちょっとちらっと言いましたけど、つまりもう韓国の方が年収高いっていうね。うん、いや、もうちょっと、そんすごい時代ですね。うんう。それでなんか、なんか最近韓国より賃金低いみたいだねって経団連の会長,、ね、会長が言うてるわけよ。 ほんま、でどの口があっていう。<laughs> そう。もうめちゃくちゃ腹立った、俺、これ。すごいな、うん、やっぱりこの、この傍観者感がね、この日本の支配層、経営者ってかわかんないけど、そういう連中の傍観者ぶりっていうのが、うん、やっぱ小悪の根源だと思います。いや、根源だよ。これ、例えばね、うん、あの、いや、別にいい、経団連会長やっててもいいけど、日本の賃金は韓国にも負け、<laughs> うん、ものすごい下がってしまったんです。なんとかしなければなりませんっていうふうに、当事者意識を持ってたとしましょうよ。 うん。だいぶ違うと思うよ、俺。<laughs> <laughs> だいぶ違うと思う。<laughs> だって、これ、自分、さっき自分の会社の社長がさ、いや、うちのボーナスって30年の間に随分少なくなっちゃったで、俺の給料は5倍だったけど、とかってさ、言ってたら腹立つやんか。いや、なんでみんなおとなしくしてんねやろ。いや、全く分からん。すごいよね。でも、こんなに、下がるとはなぁ。 で,でもまあ、うん、明確にやってましたけどね。まあ、明確なんですよ、だって、給料上げるために、うん、なんていうか、その、経済的な競争力を維持するためにさ、うん、賃金を引き下げるという、そうもう絶対にあってはならない愚かな政策をですね、クソだよ、本当に。30年にわたって続けたよね、クソだよ、本当に。その成果ですよだって、アメリカですらですね、1990年から2019年。 までにですよ。29年の間に給料は OECD のデータで見る限りですね。1.42倍になってるんですよ。うわぁ。韓国なんか1.89倍ですよ。うわぁ。<laughs> 日本に至っては OECD のデータ換算でドルベースですけど1.06倍です。うん、ああ、増えてんねや、それでも。ただしその間に消費税が3%から10%になりました。うわぁ。<laughs> もうだからも。そうれば、めっちゃ減ってるよ、ね。 <laughs> これはもう<ー>すごいな。これ給料も上げてくれへん上に税金を上げて絞ってる人たちがお給料あのー、なんか最近安いらしいなっていうわけですよ <laughs> <laughs> すごい麻生さんっぽい <laughs> 麻生さんっぽいよね本当。と <laughs> 麻生さんっぽいでカップラーメンって1個500円ぐらいかいとか言うちなみにあれはあの麻生さんと同級生のね あの、学習院大学のだった人たちに私5人ぐらいに聞いたことあるんですけど、ええ、本当にああいう感じだったらしいよ。<laughs> え、だって、麻生くんってさ、あの麻生くんでしょって、うん、カップラーメンの金額なんかわかるわけないわよって、あの、炎上した時に、うん、あの、お配送な人たちに私聞きに行きましたけど、<laughs> <laughs> しょうがないよ。麻生くんだったらわかってるわけないわよ、お坊ちゃんだからねー、みたいなこと言ってたよ。 うん、そんなやつシャイシャイしたらあかんかい。んでしょで、ね <laughs> まあ。ちなみにその経団連会長はですね、えー、どこの大学にいるか、全くこんなクソったらなね、あの発言をする、おバカなことをする以上は、大学も寝とらへんねやろ、うん、と、ね、えー、思いまして、学歴を調べました。 ああ、ど<と>だやろ <laughs> 東京大学教授、安富さんに、<laughs> あの、それを伝えるというか、もう、いつものギャグになってるんですけども、<laughs> 出身大学はですね、東京大学でした。<laughs> あ、まあ、うあそうやろね。<laughs> いやースタンフォードにも入学した原発を爆発させた大学ですからね。まあ、だって、しかも日立製作所ですからね、この人。ああ、え、日立が会長してんの <laughs> そう、終わってるやろもうそう、終わってるって、その段階で。<laughs> この沖だど起動しなくていいです <laughs> <laughs> 日立かよ <laughs> 日立だんですよ。<laughs> 日立かよかいやーしかもでもね。もう、それがもう終わってるですでに。うん。で、しかもですね、ええー、学部を言います。 東京大学の工学部電気工学科ですああそれで日立だよ原発かかってたんちゃう完全にそうやろうんは腹立つわどんなやつらがんか「あ日本の賃金そこってるしいね」とかって言ってさおお、意味分からへんのもうほ当とにもうもうあかんってほんまなんここの日本の支配思想のねこの傍観者ぶりを根底から覆す 何かが必要なんだけど。あ、もうこうなったらもうわりに期待するしかないな。<laughs> そうそうそう。そうだそう、俺はね、うん、期待しちゃうよ。もうこのクソどもにすて。もう,もうに何もかも破壊してほしい想像 <laughs> に変われますからね。られちゃう。もう。でも、まだいいかもしれない,いこのクソどもがいるぐらいやったらもう菅原に破壊してもらった方がいいかもしれないっっちゃう。<laughs> だいいんちゃうかって。<laughs> ええ、いや、だって、これ、傍観者の理屈じゃないですか。 うんすごいねだ。だけどね、あのー、冷静に考えると、コロナで収入減った人って、ほとんどいないんですよね。2割ぐらいしかいないんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、それ、まず年金もらってる人はさ、あのー、の関係ないもんな。関係ないじゃないですか。で、あと、公務員400万人くらいいるけど、関係ないじゃないですか。うん,うん。で、その時に大企業で正社員の人たち関係ないじゃないですか。うん。私これね、ざっくり計算したらね、6000万人いるんですよ。 うわ、すごいね。そんなに抱えてんのか。<laughs> そう。そんなに社会のお荷物がいるなら、それは社会が重いよな。<laughs> で、そう考えると、重い。<laughs> そう考えるとるこ、この人たちってあ、コロナ大変らしいなーって傍観者うん人たちもそうですけど。ま,ね <laughs> ね、<laughs> まあそうですね。<laughs> っていうふうにやると、<laughs> あのー、この、 その傍観者の集まりがのトップに立つのが中西さんだとすると、ですよこの経団連の会長の発言は、すごいしっくりきちゃうのよ。うんうん、まあそうだよね。うん、6000万人もいたらさ、うん、いや、すごいなぁ、うん、持つはずがないじゃない。<laughs> 無理やで、そんな。そうごくつぶしが6000万人いる国とかさ、うんうん、無理でしょだってこう年65歳以上だけで3、4000万人ざっくりいるんですよ。 でそれで、えー、っと、大企業、雇用と、えっと、サラリーマンとか非正規雇用とか抜きにして、えー、雇われている労働者が6000万人いるんです。で、うん、そのうち非正規雇用じゃなくて正規雇用なのは3600万人。はいはい、で、大企業は正社員の比率高いから、まあ、2000万人ぐらいが、これ足すだけで5、うん、6000万。そこに公務員足したらもう五差や。でかも、もあの。うん 子供たちも入れてさ。子供たちが大体未成年が1,500万人ぐらいだったかな。そのも足してください、ね、えっと、6,500万人から7,500万人。うん。これを残りの <laughs> 人口で、よいしょ。いやさ、重いって。重い、重い。<laughs> 無理。いつも重いって思ってる俺は。<laughs> 無理。無理。そんな国は持ちません。おたらよね。うん。で,でも辞書やで、辞ね辞書。で、それでさ、 だから、この中西さんの発言には、俺は怒ったけども、構造的に考えて、うん、いつの間にか給料上がっちゃったねって言って、あ給料下がっちゃったねって言って、ふーんって見て,る見ていられる人たちもまた日本にはそれだけいるんですようん、やっぱりそれを支えてるのはさ、うん、残りの万人じゃないよねいそれは黒田バズーカーとかさ、ですよね、日銀が支えてるよね、<laughs> ね、GPIF とかさ、そういうのやと思うよ。うん ちょっとそれなんかわくないこれでそ,そこを、うん、そこをだから、うん、その状況って、うん、その状況ってその状況ってあのなんかなんとかなんのか <laughs> いやまあねこれがね <laughs> 計算すればするほどですねなんともならん <laughs> なんともならん <laughs> 30年前に、えー、手遅れですみたいな感じでそ <laughs> そううだからね、私がだから、小学校ぐらいの時かな、将来ね、子供がどんどんこのままで減っていってしまうからって言って、うん、そ当時はでもさ、うん、まだあの2.3を切ったとか、そんな段階だと思うんだよね、うんうん、あの夫婦の子供の数っていうのがさ。 で、そうなると、このだんだん老人が増えてくるから大変なんやって言ってそうん、暗い気持ちになったんですよ。うん、でも、そこからですね、その、子供の出世数がドワーってつがっていって、その暗い気持ちとかにな、ええみたいな感じでですね、ドド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 って、うん、 まあだからあのあのる意味、その子供が減った分老人が増えてさ、うん、あのトータルで見ると乗っかってる人の数はそんなに変わってないのかもしれないんだけど、うん、そういう感じでこのどんどん推移していったから、うん、あえど,どうすんねやろうなどうするつもりやねやろうってなんか考えてんねやろなとかってずっと思ってたんだけどんか考えてんやろなって。 うん。何も考えてへんかったんやたい。いつの間にか賃金下がってたなぁ、みたいな。なんかその。これはね、<ー>もう。すごいよなで、それ。ほんまに何も考えてへんかったんやなぁ、っていう、うん。で、それでさその、日銀が膨張して、GPIF も株価に金突っ込んで、株に金突っ込んで、なんかこう、むちゃくちゃなことに見かけの経済だけが膨らんでってるわけじゃないですか。うん。でも 残念ながらですね、あの、安倍が、菅がとかって言ってる人たちも、その日銀に支えられてるわけじゃないですか。うん。ねで。で、それで、年金がさ、下がらないもんだから、いやー、ひどいわね、コロナって大変よね、とかって言いながらね、あのー、年金だけはもらえるわけですよ。うん、うんで。で、でも、日本の給料はどん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 下がってるっていう実感は、まあ、残念ながらその人たちは感じられないよね。うん。まあ、昔の給料ってね。ね。 来きてあるわけやから、うん。で、そういうのはけしからんと。ね、でもさ、その、その、そのどんどん、賃金が下がっていって、うん、で、数がどんどん減っていってる人たちが、その、ね、うん、年金支えるとかって、無理やんね。ね、無理。やっぱり、ここはあれやね、うん、あの、何度も前から言ってるけど、所得10倍計画。いや、そうなのよ。で、それ,、ね、れをやるしかない。で、それでね、ちょっと話に続きがあってね、もう年金をもらってる人たちはね、うん、あの、そうやって、 昔の感覚でいけるから、今の給料がどれだけ下がってるのかわからないだろうと、もう俺たちロスゼネ世代とか大変なんだよっていうふうに、お金をくれっていうふうに言ったらですね、すごいことが起きました。なんてことですかえ、次の日に50万振り込まれた。え, <laughs> え誰これって、講座見たら、何これ50万入ってるんやけど、つって。何これって。びっくりしたんよ。で、そしたら、 なんか、あのー、この、60代、70代のお姉様がですね、からッはい、はい、あの、Facebook でメッセージが来ましてですね、あのー、いや、言うことはごもっともでございますと。私もなんだかよくわからない間に、あのー、お金が増えていますと。すげえ。なので、あのー、一部、あのー、お渡しいたしますっていうふうに言ってですね。え、本当くれあったくれあった。くれあった はい。めっちゃすごい。うん。安冨さんにも当然山分けしようかなと思ってすけど、ね、いや、でもまあでもそれはちょっとなんか、この、ロスジェネ世代の、うん、賃金が10倍になるために使いたいですね。いや、そうですよ。そのために私は使いたいですよ。ええー。<ー>真面目に考えよう。うん。どうやったら、その賃金が10倍に、賃金というか所得が10倍に増えるかと。うん。いや、これはでもね、あのー、うん、もう、解決策は簡単ですよ。 うん。ワクワクすることですよ。もう本当そうです、ね。うん、それ以外何もないよ。うん。好きな、嫌なことはやらずに好きなことをやる。ねこれ以外なし。やっぱり、ね、そのためにもね、うん、やっぱあの、生活保護を受けるべきやつです、うん、みんなで。<laughs> みんなで生活保護を受けながら、だらだらしてワクワクするの何かなって考える。<laughs> そ,うそうそうそう、みんなで生活保護の孫のうちに殺到しいですね。<laughs> もう,も,うもう調べてられへんから、もう配るわみたいな状態を作り出してです、ね。うん、もうケースワーカーの仕事をパンクさせる。うんそう、で、それで、うん、そのダラダラみんなでそれでダラダラしながらす、ね、うん、おもろいことをやるう、うん、ので、どうですかね。いやまあ、でも、あの、まずね、実は、昨日片岡さんとオンライン飲み会をしたんですよ、私。ええでその時にね、あの、もうね、ワクワクすることやらなあかんねんって、みたいなね、えー、ことを言ったらね、 うん、あのそんなことできるわけないだろうこっちは生活があるんだよっていうふうにね、あの、書き込んだ人がいたんですよ。チャット欄に。<laughs> 片岡さんが言ったんじゃないのね。うん、そうそう,そう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 。片岡さんが言ったらびっくりや。お前どうしたら誰やって感じや。うん、片岡さんがギャグで言ったのかと思った。うん、で、ああ、こういう人もいるんやなっていうふうに俺は思ったんやけど。うん。まあでも、それなんでなのかっていうと、日本の社会っていうのは、 鉄道鉄尾、いや、あのー、ワクワクすることをしないでいるとお金が入ってくるようになってるわけじゃないですか。最低限のお金が入そ,そうそうそう。それがクソだよね、本当に。そう。おそ、禁止。もう、本当だよ、もう。そういうのはもう全部 AI に行こうもう、ほんとそうだよ。<laughs> いやいややってる仕事はね、あの、もう禁止。ねえ。うん。もうそういう法律を作った方がいいかもしれない、ね。 しかもいやいや、仕事をしてる奴はもう刑務所に入れる <laughs> なるほど <laughs>。<laughs> で、刑務所に入れたい、あのー、入れる仕事をワクワク感じる奴らだけで、その警察官を作るって。<laughs> そうね。裁判官も、あの、裁判するのが大好きみたいなワクワクして楽しくて黙んない奴以外はもう全員仕事禁止みたいな。ああいや、それでいいと思うよ。うん、でも、でもね。もうそうでも戦闘ね、この苦境は乗り切れませんよ。乗り切れないよ。で、しかもね、恐ろしいことに、 いやいや仕事やるでしょいやいや仕事やって、うん、大したお金入ってこないのよ多くの人はいやもそれは少ないよなだっていやいや仕事やってさ、うん、うわこんなにもらえるんやーっていうようなって、うん、多分なんかあのゴルゴ1ーぐらいじゃない <laughs> いやゴルゴサィ3は絶対やりたくてやってるでしょ <laughs> <laughs> どうかってもて <laughs> まあでもなんやろうなあのバキュームカーの掃除とか <laughs> あ<ー>あ まあでもそれもずっと続けられんしな。いや、まあ高くないんちゃうな、うん、うまあ確かにな。あ一時期高かったけど、うん、最近ああいうひどい仕事も、うん、きつい仕事もさ、うん、ものすごい低賃金でやらせてるよね、うん。しかもね、恐ろしいことに、たまにね、うん、いやいや仕事をね、しても、人の嫌なことをやりまくれる根性のあるやつってのが出てくるわけですよ。はいはい,はい、はい、どぶさらいやりまくったるみたいな感じのね。 あの、バキュームから掃除しなくったらよみたいなやつが出てくるわけですよ。で、そいつはね、給料がね、高くなっちゃうわけ。だって人の嫌なこと。そりゃそうですよね。他人のニーズを答えまくるわけだから。うん、ただしですね、それをやるとね、うつになります。ああ<ー>。なんでね。うになるんですね。いや、なるでしょう。うん、あの、だって、それ、どういうことかっていうと、大儲けできる人っていうのはですね、それ、 他人のニーズに応えてるわけじゃないですか。<ー>他人のニーズに応えてる人っていうのはどういう人なのかっていうと、自分がない人ですよ。自分が、自己がし、自分の意思がしっかりしていて、ね、で、それで他人のニーズに応える。それが喜びとなるって人って難しいよ。うん、菅さんぐらいかな。菅さんとかね、あの、そういう意味なんだって、ありだとは思うけど、<laughs> あの、で、そうするとさ、 この世の中で、いやいややるっていう仕事で成功するのって難しいよね。いやいや、うん、いやいやって思いながら最低限の給料をもらうか、あの、人の嫌なことをやりまくってお金が入りまくってくれっていうこの刺激だけに身を預けるか。うん。これだけになるとさ、もう終わってんなって思って。ほぼ,ほぼ、ほぼそういうのだけでできてるうん、ほぼそういうのだけでできてるからこそ、でしかもそれが、うん その、税金とか補助金とか、日銀の黒田バズーカーとかによって支えられとるもん。そうそうそう、うん。いやー、もう、いや、だから金持ちになりたいっていう相談とかあるんやけど、もう金持ちになりたかったら、あの他人のニーズに応えて人の嫌がることを率先してやれと。うん。そしたら金儲けられるわいって言って、まあ、損害う鬱になるけどなっていうふうに私はよくアドバイスしてるんですけど。<laughs> うん。だって自分いなくなるんだもん。それやったら。<laughs> ね。 うん。間違いなくいなくなる。で、そう考えたら、やっぱり最初のけあの、ちょっと前の結論にね、さっき言ったんですけど、楽しいことするしかないんですよ、自分が。うん。やりたい。あ、これやってて楽しいな、面白いな、面白いな、っていうことやるしかないの。でも、これもまた難しくてね、あの、嫌なことをやって手に入ってしまったお金がたくさんある場合、それを使って自分を刺激さすことができるじゃないですか。 うん、なんかこう、キャバクラ行くとかさ、なんか、そうですね、マイカーを買うとかさ、<laughs> なんか、あの、他人よりも、一、一坪だけ大きい家を建てるとかさ、そういうのにさ、<ー>なんかこう、えっへんって思えるようになっちゃうと、<coughs> うん、それをワクワクと勘違うしちゃう人もいるじゃないですか。うんうんね、そういうのって俺悲惨だと思うんだよな。だからそうなると、ね、らその本当にワクワク感なんていうの。 残ってないね,ね残ってないよ、ねそれがすごいと思う、ねうんだけど、でもそこしかないよ、突破口はこれ、うん、のねえ、わくわく、そのそういうものがその原子力とかの代わりなんですよ。うん、原子力の代わり逆なんですけどね、人間のわくわく感とか、そういうものが足りないから原子力とかさ、うん、日銀とかに頼っちゃうわけです だからその原子力とか日本、日銀、クオーパズーカとかを解決しようと思ったら、ですね、うん、その結局、わくわくの増やすしかないっていう,うん、うん、非常にその明,か明快な答えだと思うんですけどうん、うん、多くのでも、その権力者とか、うん、何をそういろんなことを責任を負って運営する人たちってのはさ、うん、そんなもう信じひんのよね全く信じないよ、うん。まあ、彼らが信じるのは、やっぱりその暴力でしかないからさ、うん。 暴力なしにその力が生まれるかっていう、うん、なのでその暴力を拡大するわけですよね、うん。その暴力の中で、そのガチの暴力、うん、なんかその軍事力を使って、他国を侵略してですね、うん、その住民を全部奴隷化するみたいな、うん、ちょっとそれいくらなんでもね、あれだからみたいなので、その原子力ぐらいならいいかしらみたいなことになるわけですけど、うん。でそういうい そういういのやっぱ、ね、寝言だと思うんですよね寝言でしょううん一時的に機能したように見えても最終的に世界が滅んで終わりだよそれはうーんだから所得10倍増計画をしようと思ったら、うん、ワクワクに身を預けるしかないと思うなねえかなんかちょっとそういうのをね、うん、やりたいですねうん少なくとも俺は実績叩き出したよ どういうことかっていうと、ですね、あのー、例えば YouTube のさ、この動画ね、えーうん、去年の1月、月間再生回数5万回、全部で、全部の動画で、うん、で今月、880万回いきそうです。 でもそれ途中からのなんか、うつ病入ってますよね、うん、その。まあまあ、まあ、まあ、ちょっと待ってください、ちょっと待でもそれをね。サワーの増殖が入ってる、ね、うん、それ当然そうなんやけど、<laughs> でも、まあ、一応160倍ぐらいになったわけですよ。ええー。でもこれをね、やろっかなっていうふうにね、まず思った時の気持ちは何かっていうと、別に安富さんとか、今さんとか、本間さんとか、宇賀谷さんとか、佐藤さんとかね、誰もいなかった。平田さんもいなかった。うんうん なかったけどとりあえずだってちょっと不思議じゃないですかねあのうつが治ってきたなちょっとましになってきたななんか仕事しようって思ったらさ普通は前の本業に手を出すはずなんですよ、うん、まあそうだよでもそこ打つになるか <laughs> そこ打つんなんか打つポイントやからなうん、うん、でもなんかこっちは嫌や,や,やな <laughs> よしじゃあ 前趣味でやってた YouTube 再開するかっていう風に。ああ。こう思って、まあ、そこで、そこで前の仕事に手を出したら地獄が終わったよね。地獄でしょう。間違いなく。<laughs> 地獄だよそ。そうそう。今頃だからあのコロナ名刺交換とかしてたよね。絶対してたよ。<laughs> すごいのいっ、ねえ。うん、y o u t u ー e r が五万、なんかユーチューバーの人たちを集めたパーティーとか。行、うん、った行った。 ああ、うん、<laughs> いう感じになるわけですよね。うん。なんかすっごいマスクなしで名刺交換して、ワーオーって思った。うん、<laughs> どうなったのあの後みんな。いや、今のところ大丈夫っぽい。うん。いや、清水さんいいけど、他の人たちよ。うん、怖くて聞いてない俺は。<laughs> <laughs> あのパーティーに参加した人の中で、コロナ何人ぐらい出たんでしょうねとか <laughs> いやいやいや、怖くて。主催者にか, <laughs> かわいそうで聞けへんわ、そんな俺。<laughs> 何人ぐらい出たんでしょうね <laughs> いや、それでね。で、その時さ、 私がね、本業じゃなくて趣味の YouTube からやり始めた時の気持ちっていうのは、うんあー、これ、こっちの方が面白そうだなって思ったわけですよ。なんかこっちに、なんか面白そうだな、やってみようっていうふうに思ったわけ。でそこから、あの別に結果も何も出ないわけですよ、最初のうちは。 うん、うん、でも、あのー、その、なんか面白そうやな。これやるのおもろいかも、みたいな感じの気持ちを信じてなかったらね、私が。うん。多分ない、今の一つのー拶は。うんうん、でも、多分、権力者の人たちもそうだし、残念ながら多くの権力者じゃない人たちも、その、 この自分が、ああ、これやってみたいかもっていうワクワク感に投資をする、自分の時間とか。うんうん、そんな多分怖くてできなくなっちゃってんだろうね、おそらく。まあ、そうでしょうね。うんそれはうその投資ができなくなる以前に、そのワクワクすることって何なのかを見出すのは難しくなってますよ。うんでもなんかすごい面白いなって思ったのが、うん、1>, 1年前に最初に上げた、撮った動画って何なんやろって調べたんですよ、私。お<ー>本の紹介だったんですよ。 はいはいはい。アウスビッ、アウシュビッツ収容所。あ、あれか。ル,ルドルフ・ヘスですよ。あれ、あれは一人で撮ったんですか一人で撮ったの。10分ぐらいの動画。いきなりそれって思った。で、見て、一 <laughs> 年ぶり前ぐらいに撮った動画自分で見たんですよ。<ー>クラ暗って思ったね。<laughs> めっちゃ暗いこいつって思った。 うおでも、それはでも、ね、そう、でも本の紹介を最近ね、うん。全然しなくなってますよね。うん。したいところですよ、本当に。ねえ。うん、なかなかさ、なかなかでも、その、潮干狩りが当たらないんですかえ、潮干狩りうん。潮干狩りっていうのは、あ、 ザックザックってやって、これ当たるかなって動画を。うんうんうん。いや、それはまた、あの、ちょっと、あの、初心に帰ってね、実は撮ろうかなとは思ってるんです。そうですね、うん、そ,そろそろそろ。ちなみになんか、あの、私またこれ読んでないんですけど、はい。行く行く辞典っていうのを買ったんですよ。なやそれ、そ<の>行く行く辞典て。ちょっとなんか。岩波の、岩波書店の、あの、うん、毛利種木さんと山田誠さんっていうあの優れた小2回の、書かれた、あの、赤ちゃん用の育児、育児書です。 すいません、あの心がけがれた私はちょっとエロいタイトルだなって思っちゃいました。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。えー、いくいく、いく、育児の育くですね。そう,そうそうそう。うん、なるほど。これ、なかなかさ、うん、私これまだその前書きしか読んでないんですけどね。うん、結構すごいこと書いてあってね。えー、めっちゃ大型本ですな。うん。おう買ったか。あ、残り一点や。これ、やべ。リクリ なんでそれすぐなくなんねやろな。私がね、アマゾン見たときは、中古しかなかったから、六百600円とかで売ってたんですけど。マジで新品だよ俺が買ったの。新品が3800円かないや、4700円だし、新品。え ?3800 円プラス税。あ、多分それ、あもしかして岩波から売ってないのそれもしかして。あれ岩波。 普通に書えたえ,え、なんていう人毛利さん値上がりしてんのうん。値上がりしてるね。3800円プラス税。私がこの買った中古はそうでしたけど、ね。あらら。そうなんだ。これす、すごいですよ、なんか。うん、だから、これ実はだから、あの、うん、私が言う、これで言いつも言ってることが書いてあるんですよ。うん、へだから、例えばですね、うん、その近代社会。 つまり、明治維新以来の効率性、利便性を追求する高度参考社会は子供の発達の、うん、子どもを発達の面からだけ評価して、よりよく発達させようとする育児を流行らせてきました、うん、そこでは子どもは発達するべき状態にあるとされ、うん、子どもの時期は生産性の高い大人になるための準備期間とされていたのです、うん、その結果、親は我が子の発達が気になり、少しでも予想の子に劣るなら、発達を促すことに懸命ならざるを得ませんでした。うんうんうん しかし、近代の高度産業社会はでに破綻を表にし、根本からの改革が求められています。って言って、く児書に書いてあるんですよ。<laughs> 面白いね。<laughs> なるほど。で,うん、で、日本は明治維新以来ずっと国民が一致団結して当たることをモットーにしてきました。それは家族と近隣から地域、学校、会社、団体、そして国家に至るまで徹底してしました。う でつまり個人より集団の方が上位で置かれてたんですそのために一人一人の個性をよくあったり集団ごとに確立化されてきたんですよとか書いて、うん、そのでともこういうのは全部終わってるよねっていうことが書いてあってうん、うん、だからそので子供をその大事にしすぎるとかいうのも結局その大事にするとか言ってるのはそのうん、うん、そのそうやって発達してね、うん、発達させて利用しようという。うんうん そういうことにしかなってないやろう。いや、ほんとそうだよね。あの、うん、もう、それは俺が不登校の時、超感じた。あなたのことを思っているのよって言って、周りの大人がさ、そうそう学校に行け、学校に行けって。俺のことを思ってるんだったら、いじめられる学校に連れて行くなよっていう。うん。うん、あれ、ほんで、それでそので、で、子供のことをこう気にするわけですよ、ねうん。うん、うん。そうすると、次に子供にのめり込まないよ、よのめり込むようになってんう,んうん。 のめり込むとストーカーみたいになって子供には大迷惑をかけてしまいます。うん。それにストーカーは辛いものでいつも不安、ついに相手なしで生きられなくなる、こうなる可能性がありますとか言ってる。ああ、そんな親一回おるやろ。育くじっに書いてある。面白いなぁ。<laughs> これすごいなぁと思って。すごいね。ストーカー、親ストーカーになってるやろっていう、こう、ストレートに書いてあるんです、うん、うんうん、うんで。もっとだから子供をその、汚いところで育てろっつって。うん。 書いてある,てる、ねうんですよ。これすごいことが書いてあるんですけど、うん、その、ここに書いてあることね。うん。これね、実現しようと思ったら、うん、その、いわゆる私たちが当然と思っている大人の生活はもう成り立たないんですよ。うんうんうん。だから子供を、その、に子供にストーカーにならないように。うん。発達とか言ったり気にしないように。うん。で、そしてただ生きるっていうことにこの全力をあげ げられるようなねそして人とつながるっていうことに全力を挙げられるようなことっていうのを実現しようと思ったらね、うん、もう社会構造から全部変えないだダメなんですよねうん、うん、いやでもね、うん、あのー、私のテーマもどうやって生き延びたらいいのかなどうやって生き延びたらいいのかなばっかりでしたよ なん本当そうだよね。学校に行かない以上はね。学校に行かない。で、ちなみに学校に行かなかったのも生き延びるためだったから、ね、死んじゃうもんね。死んじゃうし <laughs>。そもそも3歳の時に父親に捨てられて、えー、どうやって生き延びたらいいんだろうってこう悩んでるわけですよ。ー大人は助けてくれないしなぁって。いい子にしてたら帰ってくるとか嘘をつくしね。ほんまにあれきつかったわ。ほんで、その上お前、<laughs> 長男のお前が。 おに、お兄ちゃんなんだから、あの、父親の代わりになりなさいとかっつって、3歳で言われなあかんとかね、本当に。どこの大名やねんっていう。<laughs> 戦国時代かよって感じだよ、ほんま。で、まあ、そう、そういうふうになるとね、あの、自分で生き延びなあかんなあ,あかんなあって思って、学校に行ったらいじめられるし、うん、ええー、もうじゃあどうしたらいいんやろ、生き延びるためには、学校に行かない。だったわけよ。うん。で、で、でもね、あの、学校に行って不登校、あ学校行かずに不登校してると、今度は、 なんか勉強できんといろいろ苦労するらしいと思ってね。えー、なんか知るわけですよ、でも。それは。いろんな人の話を聞くと。でも、それって、勉強できないと恥ずかしいっていうのと、勉強できないといろいろ苦労するらしいっていう考え方って、うん、似てるようで相当違うよ、これは。ああ<ー>、うん。要するにテストの点数が高くないと恥ずかしいとか、偏差値高いところに行けたらかっこいいとか、うん 低いところは恥ずかしいとかっていう観点と、うん、1足す1は2とか、あの、X イコール y かける z Y、YZ みたいなね、あの、うん、やつが理解できてないと、生きるのに不便らしいっていうのはね、うん、かなりこれ似てるんだけど違うよ。うーん。うん、ででも私ずーっとだから社会人になるまでも、学生時代も社会に出てからも、 キーワードとしては生き延びるためにどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうしかなかったよ、ずっと。で、そのために本を読んだりしてたよ。でもそれって。そ,それがね、うん、それがまあ学習っていうもんですよね。うん、だけど、それがなくて、それ自動的にやっちゃうとね、うん、えらいことになるよそでうん、それがその、ところてんみたいな、トゥルトゥルポンって。やつになっちゃいますよね。そそれこ,れこ,れんかこここここれににの前書きに こと面白いことが、まあ、これもう当たり前のことやねんけどさ、うんうん、その高度成長期もバブル崩壊に始まる深刻な不況となって人々を脅かすに至りました、とりわけ就職難とリストラ、うんうん、倒産課長労働、不払い労働が深刻です、うん、さらに家族、学校、会社など、集合のタガを揺るがし、うん、生き方の流動化と人間関係の不安定化ももたらしています。うん その典型が終身雇用制の崩壊やパートタイマー、さらにはフリーターとかニートと呼ばれる人たちの増加であり、うん、家族の多様化や崩壊、学校の混乱、学級崩壊、不登校なのでしょう、うん、これらが今後どうなっていくかは不透明ですが、体制としては変わりようがないと思われます。うん、このような状況にあっては、もう他人に合わせて集団に帰属することで人生の安定を図ることは望むべくはもうありません。うん、良い学校と良い会社を目指して、お受験に一道を上げても将来の成功が保証されているわけではないのです。うん この学校と会社すらいくら忠誠を尽くしても個々人の望みに応えてくれるはずはないのですと。うん、こう、育児書に書いてあるっていうのはね。うん、ごもっともな話ですな、あでも。<laughs> そうそうそう。すごいね。<laughs> えー、で、それでその、はい、お産とかで書いてある。<laughs> <laughs> 何や、それ。<laughs> 面白い、ね、妊娠したときとかに書いてある。<ー> <laughs> へえ。<laughs> 俺、でも多分ね、これ、こう、ここ、これ、ここに書いてあることにさ、うん、だってみんな、その、口では言うけどさ、うん、その、本気でこう思ってる人少ないよね。そうやね。うん。うん、確かに。で、とはいえとか言いながら、この、やっちゃうわけなんだけど。 あ本気で思わんといかん時が、もうだいぶ前に来てんだけど、この本が出たのってもう2013年から、うん、2007年じゃなかった。2007年とかだから、うんうん、そうそうそう、13年前とかだから、うん、もうそっから13年過ぎてですね、えら、うん、偉いことなっとるわけですよ。うん、だからもう,うほんと真剣にこういう考えに基づいて、生、うん、きないといかんし、 で、それで、本気にそう思って子供をみんながね、うん育てたらですね、うん、まあいくらでもその所得10倍ぐらい。いくよ。1コロでいけると思うんですよね。うん、てか、それ以外、所得10倍になることないと思うよ。ないよね、ないよね。いや、なんか嫌な仕事。だけどさ、うんうん、だけどいまだにこの、このストーカー路線でしょ、うん、ストーカー路線だよ。 育児というのはせ。せめてアメリカ並みに賃金を上げてくれるんだったらさ。<laughs> うんいや。1990年から2019年までアメリカ1.4人倍になってるわけですよ。はいはいはい。ね、せめて韓国ぐらい賃金が上がっていたら。韓国なんか1.89倍も上がったよ。<laughs> 1.89倍ぐらいにしてほしかった。<laughs> ねえ。ところ。うすごいよね、1.89倍。 1.89倍にしよったんやん。やすごいね <laughs>。それでさ、すごいちょっと。日本で言ったら、でもたらだから大企業に勤めったら2000万ぐらいになるわけですよ。そうだ、ん、よ、そうだよ、そうだよ。うん。え、それでちょっとさ。大企業でめても1000万円とかでしょ、うん、俺、ちょっと性格悪いからさ、あの、玄関本ってあるじゃないですか。ええー、ええ、韓国嫌いの本。えーえー、本ね。韓国以来嫌いの玄関本のベストセラーとかが出だしたあたりのね、あの、年月日をいろいろ調べてみたんです、私。うん、そしたらこれが面白いことにね、 だん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 日本の給料を追い抜こうとしてる時期なんですよ。ああ。それまあそうねだね。昔、あのー、貧乏、韓国が貧乏だった頃は気にならなかったけど、収入の差が1割ぐらいになってくるとね、うん、急になんかうん、うん、韓国はけしからんとか、韓国はおかしいとか、言い出す本が増えてきて、うん、で、まあだちょうど韓流ブームの頃ですよね、うん。で、そんで追い越されていくと減っていくっていう、ね。 <laughs> 最近減っっ減ててんのそう根性ないなーって <laughs> 情けないいい情情情けけけでもね、やっぱ思うねんけどさ、今度だだあの、政党者から出てる本にも書いたんですけど、うんうん、あの高度成長期とかね、うん、どういうテレビ番組見てもね、うん、何を、メディアを何を見てもね、うん、も日本人はこれやからあかんねんってことしか書いてなかったです。 なるほど僕、うん、日本人はこんなんやからあかんねやと、もっとこれこ,んなこうしたらあかんやろみたいなことをしか書いてなかった、うん、うんうん、で、その頃はさ、うん、うわーっていつったわけで、そ<う><笑><笑>ほんでも世界を席巻しまくってる頃はですね、うん、もう日本はあかん、あかんって言って、うん、言って,て、ですね、うん、で韓国にも抜かれとかでなってきたらですね。 急に日本はすごい。うん、日本はすごい。日本はだからすごいがすごくあ。そうそうそう。そうそう。現実逃避の典型的な例です。<laughs> もうね、まあ。もしかしたら原因と結果は逆かもしれんよ。ね、これやから日本あかんねえって言うてたからさ。いろいろ成長もしたのかもしれんけど。多分どっちらでもある多分結果なんかな。うん、もう余裕サクサクやったからさ、実は。うん だから、あの、うん、ダメだ、ダメだって言って。言える余裕もした,たら、こういとかって。うん。<laughs> まあいずれにせよ、どっちにせよ、情けないんだけど。<laughs> 情けない。ちなみにですね、えー、っと、1990年からですね、あの、日本の賃金がアメリカ並みに伸びていたら、うん。なんとですね、500、平均賃金540万円です。うん、わぁ、えらい違いですね。えらい違いだよ。ねで、計算したくないけど、あの、韓国と同じぐらい伸びていたらっていうのもやろうか。いい <laughs> えっとき今日が1ドル104円ぐらいだったんで、その金額で換算すると、年収720万円が平均賃金ですね。うわでもそれでもさ、北米とかに比べるとだいぶ低いよね。いやー、だいぶ低いですよ、それは。北欧、北欧、北欧、北欧。スウェーデンとかってさ、20世紀の初めには貧乏だったんですよ。 そうですねちなみにスウェーデンのね賃金はね、うん、アメリカが1.42倍上がってるけど、うわー、もともと高かったのに上がっとんねや、ノルウェーなんて倍、倍 <laughs> すごいな、うん、もうなんていう差だだからね、ちょうど80年代から90年ぐらいはね、北欧、うん、型モデルか、日本型モデルかって感じだったんです。うん でその日本みたいにそのメッシュ方向でね、うん、ガリガリやるのか、それともその北欧みたいなその社会保障システムによって、ですね、うん、でこれどっちが産業移転がこうちゃんと起きるのかっていうゲームをしたわけなんですよ。どっちかっていうと、その時代はね日本の方が産業移転能力が高かった、うん、なるほど、ね、うんところが、ですね、うん、こっから、でそれで北欧システムは行き詰まってるみたいな話が。うん 北方向システムで、ね、もうスウェーデンシステムとかもう行き詰まってるんだみたいな感じだったんだけど、うんうん、そっからの30年ぐらい差がつきましたねそうだようんちなみにね、あれは何やったん1990年から、うん、あの取れているデータで同じように比較して、一番 OECD 換算で、うんえー、収入が上がっている国はですね、 これちょっと意外なんですけど、うん、あの、ま、あ意外でもないか。アイルランドなんですよね。アイルランドはね、うん、あの、すごいです。うん。ま、あれ、理由ははっきりしててですね。うん、あの、インターネット企業が全部アイルランドにヨーロッパ本社置いてるんです。ああ、なるほど。節税の関係か。確か。いや、それもあんねんけど、うん、まず英語が通じるでしょ。うんうんうん。それから、あの、アメリカ人の故郷がアイルランド多い。うん。 で、それで、その EU に入ってるからさ、うんうん、すごい便利で、EU 諸国の中で家賃が安いんですうん。で、インターネットにとったらさ、あんまりリアルにそこにいる必要ないじゃないですか。確かに。だから、その、だからイタリアとかギリシャとかで置くよりも、うん、ギリシャとかデーゴ通じへからね。こ、うん。いでもうみんな、我も我も大ブランドに本社置いたんですよ。うん、でちなみにですね、あのー、うん リトアニアとエストニアはね、1995年からしかデータがね、OECD の中にはなかったんですけど、はいはいはい。ここはですね、えー、1995年から2019年の伸び率で換算するとですね、3.4倍ぐらいありますまあ、それはまあ、ソ連圏からの移行やったからね。うん、うん。いや、まあそんなわけで、この伸び率をですね、換算した結果ですね、<laughs> 日本はですね、なんとですね、<laughs> ワースト2なんです。 まだダメなところがあるんですかま,まだダメな人おるんですよ。<laughs> え、誰、誰、誰ちょっと聞いたあいやろ誰、誰、誰しかもヨーロッパなんですよね、これが。えそれダメというと、ヨーロッパでダメなとこ、日本より。日本よりダメ。どこですかイタリア。あ、イタリアか。はい。ただしですね、残念なお知らせとしてお伝えしておくと、<う>伸び率で負けてるんだけど、総額では、あ伸び率では日本が勝ってる。 えー、日本は1.6、うん、1.06倍、もう、メクソンかなくそなんやけど、うんうん、イタリアは1.04倍です。それもう誤差の範囲、ね、誤差の範囲。<ー>だけど、えー、伸び率では、えー、ちょっとだけ誤差で勝ったぞっていうんですけど、あのー、額ベースで見るとですね、ドル換算だと負けてます。ああ<ー>、うん、イタリアでも負けてんだね。はい、負けてます。ってことは、その段階でも負けてたわけね。うーんー、負けてます1回ヨーロッパ抜いてるはずやねんけどね、80年代に。う そうなんやろうね。あれは何やったんやろうな。何やったんやろうね。<laughs> 何やったんやろうな。うん、いや、まあ、そんな状況の中さ、この、なんか、あの、経団連の会長はさ、<ー>いつの間にか下がっちゃってたよ、とかってあ、あったかいや、これなんでみんな怒らへんのか、不思議本当に。いや、この今さ、年金をね、維持されている、あの、年金の金額が変わらない、給料が変わらないという人たちにとってもさ、 こんなトップが上にいたら自分たちの子供とか孫は破綻するよ、うん、ちょっとなんかね、なんか考えんとな、これは。うん、どうしたらいいですか、一体もう。うん、やっぱり、あの、やっぱ一月万冊でワクワク系のね、あの、仕事を応援するとか。うん なんかそういう動きをね、ね<え>したらいいと思う。ちょっとそうそう、つき万冊ファンドでも作りますかね。でもすごいです。応援してます。お金は出せませんけど、みたいな人たちが傍観者ないけどな。<laughs> <laughs> <laughs> いやー、まあでも、あの、別にファンドにお金を出せとは言わないけどね。言わないんだけど、あの、いや、まあ出してくれる方がいらっしゃればほんとすごい嬉しいですよ、ほんと。嬉しいけど、やっぱり私はね、あの、自分のね、身を守ってほしい。 まずは。うん、あの、あなたが40代だろうが、50代だろうが、60代だろうが、とりあえず、その、傍観者でいてはいけないよ。うんそれ。権力者だから傍観者でいられるっていうのは、まだね、理屈が通ってる。だって権力者だから。うん、だけど、一サラリーマンなのに傍観者でいて、へ日本って給料下がったんやって思われたら、<laughs> あんた、クビになるでっていう、職失いますよって、思うんで、 ええー、私はね、あの、ぜひ、この、あの、経済学の船出とかね、あの、複雑さを生きるで、こういう考え方を身につけたので、ぜひ、これをね、安富さんが生き延びるためにも、安富さんを応援するためにも、買ってほしいなというふうに思います。まあ、そんなわけで今日も読書ということで、安富さんどうもありがとうございました。あれはい。あ、大丈夫ちなみに赤ちゃんはどうなりました大す。まあまあ、すやすやと寝ています。おやすみなさい。うん あの、ミルクやらずにやり過ごすことに成功したんです。一緒に猫も乗ってるんだよね、さっきから、ね、<laughs> 大変やな。2匹が生えて大変なんですよ、<laughs> もう。<laughs> いや、もうな、猫も抱えて、赤ちゃんも抱えながら配信した安みさん、素晴らしいと思った人はやっぱりね、経済学の本音と、くださーい,いきるをぜひ買ってほしいなと思いますよ。<laughs> はい。ちなみに、あの、2月から新価格にしようかな、どうしようかなって悩んでますので、お早めに。それでは。えー